なんかラインの取り方を最初に解説して、5分でまた流れでやっていきたいなと思います。1本、2本、真ん中、3本目、4本、5本。今、母指と中指でやってます。ちょっと薬指も。今触ってるのが、なんか膝の関節の一番なんかこう盛り上がってるとこですね。全体を揺らしてあげて、今日は太ももやっていきます。ちょっとラインを、結構皆さんなんか適当に太ももやってなんかうまくいかないみたいなご相談があるので、なんかラインの取り方を最初に解説して、5分でまた流れでやっていきたいなと思います。太ももまずですね、よく座骨、皆さん座骨結節と書いて一点を押そうとしてますけど、座骨って点じゃないので、この座骨の骨の形をまず確認して、あとは膝の後ろの2箇所のくぼみ、これが結構ポイントになってきます。ここと座骨を結んだライン、ここと座骨のちょい外側結んだライン、ここにハムストリングがいるので、この2ラインを取る。で、奥を狙いたかったら、このハムストリングの谷間を狙って、奥、深部を狙うっていうのが取れるので、まず1、2、3ライン。で、あとは太ももの内側のラインと外側、大腿四があって、ここですね、骨、膝の骨の外側、で、こう、腓骨のところですね、を結んだ長径靭帯のあたりを取れるっていう形なので、1本、2本、真ん中、3本目、4本、5本のラインが太もも取れるので、そこ狙っていくと結構効率よく、何ですかね、圧が入るというか気持ちよさ、まあ、ちゃんと筋肉触れているので感じてもらえると思います。それをちょっとやっていきたいと思います。はい、じゃあ5分かかります。はい、お願いします。お願いします。はい、いきます。まずじゃあ座骨、ね、筋肉痛なんですで、はい、このところ頑張ってハイキングしてるんです。おー、痛くないですか？大丈夫です。今母指と中指でやってます。ちょっと薬指も少し添えてる感じかな。母指と母指でもいいんですけど、結構際どいとこに指が当たってしまうので、結構私はこんな感じで並べてやってます。2ライン目、座骨の少し外側、大天使寄りから始まって、この辺かな、張ってる、うん、そのラインが響きます ね、そこ響く、うん、やっぱ張ってるんだ。張ってるというか、なんか他とちょっと違う感触、うん、これうん、そこ、うん、感じでちょっとなんか筋肉痛とか痛みあるところを、筋肉の繊維をなんていうか切る形でいくと結構刺激強かったりするので、筋繊維上にこう筋肉をなんか束に沿ってって言ったらいいかな、こんな感じで動かした方が、そうやられると整えられてる感じがする、うん、整えられてる。そう、さっきだと結構こうなんかゴリゴリ感があるので、うん、こっちゴリゴリ感ですね、うん、なんかもしかすると刺激欲しい人はこっちの方が喜ぶのかもしれないけど、実際ちょっと筋肉痛ってことが痛んでいるので、あまりグリグリやっちゃうと余計に傷つけてしまう、うん、で膝の裏まで来て、じゃあ2本の真ん中を行きたいです。で、真ん中というか奥芯を狙いたいので、この手の形でもいいですし、ここまで来ると結構ね硬いのがあったりとかするので、ここはちょっと母指、そこをそう並べて、そこ響く、うん、いきます。ちょっと響くって言ったので、立って揺れに、こういう感じ、真ん中とかなんで、ちょっと膝裏までいっちゃいます。今度はじゃあ内側いきますね。
3と4し使います。中指薬指、今触ってるのがなんか膝の関節の一番なんか盛り上がってるとこですね。そこからだいたいベッドと人の太ももの厚みの真ん中って言ったらいいかなのラインを取ってます。こんな感じで、さっきまで上から下やってたんですけど、なんか内側のラインいきなりここに手が来るとちょっとびっくりされると思うので今下から上がってきました。確かにびっくりする、うん、ね、ちょっとお股だからね、あまり。お客さんはね見えてないからこんな感じで一往復してみました。ここ気持ちいいな。本当関節結構負担かかってるのかもしれない、うん。なんか今度このままの角度で親指で今度は太ももの外側直径靭帯ですね、そこにアプローチしていきます。で今までの、うん、痛いですか、大丈夫ですか。痛いぐらい、このぐらいちょうどいい。今まで触った筋肉よりはもそもそもは硬い靭帯になってる筋肉なので、まあ、ぐにゃぐにゃにはならないんですね。なのでこう大きく動かすっていうよりもこう響かせてあげるとかな。骨折らしょとかね結構ここ張ってて痛がる人もいるので慎重に、ここもあまり張って突っ張ってるようだったら、縦いらしい筋肉の走行通りもありかなと思います、うん。今ここが大天使まで来たとこです。この辺までかな。で骨、膝の骨の関節通って肋骨のとこまで。なんかだいぶ太もも温まってる感じする。本当ですか。ちょっと全体を揺らしてあげて、はい、お時間です。こんな感じで5分あると結構しっかりできるので、ライン取りながらやってみてください。はい、はい。